カターレ富山は日本の富山県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ2007年に北陸電力サッカー部アローズ北陸という区、AAP サッカー部を母体として発足2008年に J リーグ準加盟クラブとして承認され2009年に J リーグへ加盟したチーム名のカターレは愛するチームを共に語れ歌えそして 勝てという意味が込められた造語で、合わせて、頂点を目指して、富山県民と肩を組んで共に、移行というチームの姿勢を表している。チームエンブレムには、立山連邦、富山湾、富山県の喧嘩チューリップがあしらわれている。クラブマスコットは、内閣で、デザインは、富山県の県取りである、来庁と県銃の日本カモシカを合わせたものである。ホームスタジアムは、 運営法人は株式会社片割れ富山。株主は、全身にチームを保有していた北陸電力、ユークを含む、地元資本32社である。歴代の社長には、北陸電力の出身者がついている。詳細は、北陸電力サッカー部アローズ北陸及び、ユーク AP サッカー部を、参照2005年、JFL で、ユーク AP が2位。 アローズ北陸が3位と共に過去最高の成績を残したこの年より、富山県サッカー協会は、富山県に J リーグチームを誕生させるべく、その可能性を探る J リーグスタディグループを設置、再産性など調査を開始した。その結果、アローズ北陸という区、AAP の2チームを母体とした新チームを誕生させ、J リーグを目指すという考えに至った。県サッカー協会は、 両クラブを保有する北陸電力という区に対してトップチームの統合を要請、両者の同意を得た。2007年9月10日、2チームの2008年シーズンからの統合を及び新クラブチームの発足が発表された。2007年11月、富山県民サッカークラブチームを作る会が中心となり、運営法人、元気なと山を作る株式会社を設立。 チーム名は1086件の応募の中から、カター富トヤマに決定した。チーム名に合わせ法人名を、株式会社カター富トヤマに変更した。初代監督には2007年シーズンまで、ユーク・ a p の監督を務めていた、ソリン博が就任した。キャッチフレーズ、融合、そして躍進。チャレンジ J2 月に J リーグ準加盟が承認された。チームは、統合前の、 両クラブの主力選手24名と J リーグクラブから獲得した5名の選手で構成された。シーズン序盤は1時14分位まで順位を落とすなど結果が出なかったが、その後順調に勝ち点を積み上げ、11月23日のミオビワ国殺戦に勝利したことで勝ち点を61とし、J リーグ加盟条件の4位以内を確定させた。 観客動員数もホームゲーム全17試合で73,205人となり、J リーグ加盟条件を満たした。12月1日、J リーグ臨時理事会で J リーグ加盟が全会一致で承認され、2009年からの J リーグディビジョン2への参加が決定した。これによりアルビレックス新潟に次ぐ北新越地方で2つ目、北陸3県では初の J リーグクラブが誕生した。 2009年、編集クラブスローガン、調和と投資、そして感動。フォーネクストステージ j に参入1年目。新たな戦力として、東京 V からアスケ賞を獲得。他に、新卒選手3名が加入した。リーグ戦は、豊富な運動量を生かした組織的な守備が機能。J1 経験を持つ東京 V。湘南、甲府、c 大阪からも勝利を収め、発戦負けなしの期間には、 湘南監督のソリマチコージが今は富山が一番強いとコメントした。しかしチームはシーズン終盤に失速、年間順位は15勝16分20敗の13位に終わった。なお、失点数はリーグ7位であったが、得点数はリーグワースト4位であった。シーズン終了後、7名が対談した。2010年、編集クラブスローガン、躍進さらに躍進。ソリン。 大成3年目、福岡から元日本代表の黒部光明、トスから元アローズ北陸の谷田祐介、c 大阪から小ケク拓也を完全遺跡で、江添健次郎を期限付き遺跡で獲得。新卒選手5名が加入した。シーズンが始まると守備力の低下を露呈、補強が走行し、昨年の課題であった、得点力は向上したが、 結果的に8月から9月にかけて公式戦7連敗をキスするなど成績は低迷した。9月29日、監督のソリンを解任、ヘッドコーチのアンマ・タカヨシが監督に昇格した。監督交代後はこれまで出場機会に恵まれなかった今シーズン加入の新卒選手を積極的に投与しチーム内競争を促進、また3から3から3から1の新フォーメーションを 採用するなどした。最終順位は19チーム中18位。失点数はリーグワーストとなる71点を記録した。12月2日、チームの約半数の14名の対談を発表。首相の浜野祐希、中川裕二、石田秀幸らクラブ創設時より在籍、J 昇格に貢献した多くの選手が含まれた。2011年、編集クラブスローガン、一歩一歩。 フォーザ・ウィン・ウィズ・オール昨シーズン途中から指揮を取った、アンマと3年契約を結んだ、甲府から毛畑洋介、大西洋平、愛媛から鶴田達也、栃木 SC から飯田つ次、大宮から素四六を完全移籍で、愛媛から吉川健太、FC 東京から平で両を期限付き移籍で獲得。他に、新卒選手4名が加入、計11名が入団した。 シーズン中の6月30日、大宮から福田俊介を期限付き遺跡で獲得した。リーグ前半戦は4勝5分10敗と低迷したが、後半戦は戦術が浸透。FC 東京や東京 V に勝利するなど調子を上げ、7勝5分7敗の成績を収めた。最終順位は16位となった。このシーズンはアウェーゲームの遠征メンバーを16人にすることで、 経費を削減、浮いた費用を、サブメンバーの練習試合の遠征費などに充てた。シーズン終了後、全身のアローズ、北陸時代からの選手だった、長富優也が引退。江添健二郎が、契約満了に伴い退団。内藤圭介が草津へ完全移籍。船津哲也が、新大阪へ期限付き移籍した。2012年、編集クラブスローガン、全身次なる一歩へ。 アンマ大成3年目、岐阜から西川雄大、鳥栖から山瀬幸弘京都から加藤博志健、松本から木村勝田を完全遺跡で獲得、吉川健太が期限付き遺跡から完全遺跡に行こうかつて新潟に在籍していた、平等和也が加入した、6月、京都から森田達也を期限付き遺跡で獲得した。チームは年間10位という目標を掲げたものの、 開幕から5戦勝ちなし、第17節から第31節まで15戦勝ちなしと低迷、JFL 降格の危機に陥った。しかし、第33節千葉戦の勝利で再開を脱出すると、第38節には19位に浮上。J2 残留争いは最終節までもつれたが、第42節未都戦に勝利、年間順位を19位とし、残留を確定させた。 シーズン終了後、福田俊介の期限付き移籍期間が満了。松原祐吉、関原両側が契約満了に伴い対談。吉川拓也が金沢へ期限付き移籍。加藤博志健が群馬へ。平野海が、ブリーラムユナイテッド FC へ完全移籍した。鶴田達也、西野誠、酒井隆正、平等和也が現役を引退した。2013年、編集クラブスローガン。 ブレークスルー心一つに、安ん大体制4年目、c 大阪へ期限付き移籍していた、船津哲也が復帰、群馬から三栗屋高文、愛媛から大山俊介を完全移籍で、新潟からキムヨン京都から峰脇を期限付き移籍で獲得した。他に、新卒選手3名が加入した。8月、清水から白崎良平を期限付き移籍で獲得。 金沢西洋大学の内田連平を特別指定選手として登録した。2015年に北陸新幹線が開業することを受けて、その2015年に J1 昇格プレイオフ進出という中間目標が発表された。また2012年から導入されたクラブライセンス制度の財務基準を満たすために黒字化が必須となった。2013年シーズンは降格圏からの脱出。 15位を目標とした。戦術面では、今シーズンからこれまでの方針を転換して後ろからつなぐサッカーを、試行、3から1から4から1から1というフォーメーションを採用した。開幕戦に勝利、第9節終了時には4勝2分3敗の8位と、注意につけていたが、第10節 G 大阪戦に0の4で敗れてから7戦、勝ちなし、その後1勝を挟んで9戦勝ちなしと、 失速、19位まで順位を落とした。また、シーズン中盤から負傷者が続出、戦術やフォーメーションの変更を余儀なくされ、主力 DF のミクリアと兵室が離脱すると、マークが機能しないとの判断で9月7日の天皇杯山形戦からフォーバックに変更。9月29日の第35節には、MF 登録で DF 経験のない木村が、サイドバックに起用される事態となった。 しかし、シーズン終盤に負傷者が復帰、また夏に加入した白崎と苔口の連携が機能、しだすと成績も持ち直し、第39節、東京 V 戦の勝利で J2 残留を確定、最終順位を11勝11分20敗の18位とした。集客面では、第10節 g 大阪戦で過去最高13,639人の入場者数を記録。 これによりシーズンのホーム平均入場者数も過去最高の4474人となった。経営面でも黒字化の見通しが立った。15位以内という目標は達成できなかったが、クラブ側はゲーム内容の良化を評価しやすまに監督続投を要請。アンマモタクラブからコーチやユース監督などのオファーがあったが、続投を決断した。シーズン終了後、アスケ賞。 谷田雄介が現役を引退。黒部光明、金井大輝、山瀬幸弘が契約満了に伴い対談。森田達也、峰脇、盾野俊介の期限付き移籍期間が満了。船津哲也が山形へ完全移籍、吉井直人が町田へ。山本正樹が、VO 板へ。森田一郎が、佐川印刷京都へ期限付き移籍した。2014年、編集クラブスローガン。 青緑欠宿安馬体制5年目、棚橋祐介、吉川拓也が期限付き遺跡先から復帰、平手良、金四軍が期限付き遺跡から完全遺跡に移行、白崎両平の期限付き遺跡期間を延長、福岡から水谷雄一、藤枝から柴田大地、京都から秋元林光、札幌から三上洋介を完全遺跡で、FC 東京から、 u マイナス21日本代表の中島翔也、清水から内田健太を期限付き遺跡で獲得。金沢清涼大学から昨年特別指定選手として出場していた内田連平、山梨学院大学から田中博美、ジュビロ岩田 u マイナス18、カラウメムラ上海幸運母子族級クラブから高順翼が加入した。今シーズンも昨年と同じく3バックのフォーメーションを 採用する予定だったが、中島の加入によって、フォーバックに変更した。2015年に、J1 昇格プレイオフ進出という中間目標に向け、2014年シーズンの目標を10位としたが、チームは開幕から9試合未勝利と序盤戦から低迷。第10節松本戦でシーズン初勝利を挙げ21位に浮上したものの、第15節、 それまで開幕から14試合未勝利だった。再開さぬきに J2 初勝利を献上第16節終了時には、再び再開に転落した。第17節湘南戦を前に、監督のアンマが、クラブ側に、5試合で参照できなければ、あとは、会社の判断という身体伺いを出していたことが、判明。その後、湘南戦から第節までの試合で勝敗と、 アンマが自らに課した条件を満たしていない中、7月3日、クラブは残りのシーズンもアンマが引き続き指揮を取ると発表した。シーズン中に中島翔也が FC 東京へ復帰、ソヨンドクがウルサン現代 FC へ完全移籍、村松智樹が本大 FC へ、西川雄大が栃木 SC へ期限付き移籍、ヤンヘジュンが退団した。そこで、FC エンディから、 パク手本を完全遺跡で、甲府から伊沢淳、京都から宮吉匠、FC 東京から広永良太郎、札幌から前高行を期限付き遺跡で獲得、佐川印刷京都に期限付き遺跡していた森大二郎が復帰した。しかしチームはその後も低迷。11月1日に再開が確定、J3 自動降格が決定した。この時点で中間目標としてきた。 2015年の J1 昇格プレイオフ進出が達成不可能となったため、強化参加年計画の大幅な見直しを迫られることになった。また、ユークがクラブのメインスポンサーから撤退するとの報道があった。ユークはこれまで北陸電力とともに毎年およそ1億円をクラブに支援してきたが、これを来シーズンから段階的に減額、最終的には 数百万円規模にまで縮小するとされている。シーズン終了後、アンマが契約満了により監督を退任。水谷雄一、三栗屋貴文が引退。キム四軍パクテ本、木村勝田、秋元林光、棚橋祐介、柴田大地が契約満了に伴い退団。伊沢淳、宮吉匠、広永良太郎、前高行、白崎良平。 内田健太の期限付き移籍期間が満了。法順欲が福岡へ、西川雄大が期限付き移籍先の栃木 SC へ完全移籍した。2015年、編集クラブスローガン、毎新、ワンスピリット新監督に、横浜 FC 元監督の岸野康幸が就任。札幌から日高拓馬、大宮からエスミ二、エスペランサ SC から古川昌司、福岡からタムシーアンツン、 中州からリア・リワラの完全遺跡で、松本から長井健吾、北井勇気を期限付き遺跡で獲得。吉井直人、山本正樹、村松智樹が、期限付き遺跡先から復帰。桃山学院大学から中西治成、なり、新潟医療福祉大学から中田大輝、国士館大学から新道誠治、中京大学から南部建造学科入。また、富山の育成組織から初めて、真渡利都市が、 トップチームに昇格した。シーズン開幕直前に、吉川健太が、JFL、市外期限付き遺跡。シーズン中に、古川昇治、リアリワラノが、契約満了に伴い対談。松本から椎名晋次を期限付き遺跡で獲得。梅村正樹が、JFL 丸安、中田大樹が、関西一部アミティエへ期限付き遺跡した。J3 降格に伴い、 クラブは新たに2019年までの後、可燃強化計画を策定。短期目標として1年での j に復帰。中期目標として J1 昇格プレイオフ進出を掲げ、施策としてチーム力の基盤強化、選手のメンタルとフィジカルの強化、スタッフ体制の充実強化を挙げた。しかし、チームは J3 の注意に低迷。定名8月に監督の岸野のを解任。 暫定監督として、GM の沢入り茂雄が指揮を取ったが、チーム状態は変わらず、第32節に3位以下が確定、1年での j に復帰はならなかった。天皇杯は2008年以来の予選からの参加となった上、地区予選を兼ねた富山県サッカー選手権、大会決勝で富山新城クラブに敗戦、チーム創設後初めて天皇杯出場を逃すこととなった。 シーズン終了後、滋賀に期限付き移籍していた、吉川健太、日高拓馬、大西洋平、山本正輝が引退、池畑洋介、村松智樹、南部健三、タムチーアンツンが契約満了に伴い退団、森大二郎が自分自身の海外挑戦のために契約を更新せず退団、そして前身のユックサッカー部時代から所属していた、朝日大輔が引退を発表。 これにより、ユーク AP サッカー部から、カタールに入団したプロ選手はいなくなった。2016年、編集クラブスローマン、覚悟新監督に、タイのチエンマイ FC 元監督で、かつて、北九州や、東京 V で指揮を取った、三浦康都氏が就任。強化部長に、カタール OB の黒部光明が就任。徳島から江藤博、広愛媛から昨年山口に在籍していた大賢治。 栃木 SC から2シーズンぶりの復帰となる。西川雄大を完全遺跡で、徳島から久保田良、岐阜から尾み敬語を期限付き遺跡で獲得。中田大輝、梅村聖樹が期限付き遺跡先から復帰。北祐樹が期限付き遺跡から完全遺跡に移行。長井健吾、椎名真二の期限付き遺跡期間を延長。法政大学から西室隆則。 東京学芸大学からは木本昭重、東洋大学から石坂元気、関東学院大学から昨年特別指定選手として出場していた茅沼祐希吉が加入した。8月、柏から大島康樹を育成型期限付き遺跡で獲得したリーグ戦の最終順位は6位。昨年同様予選からの出場となった天皇杯は富山県サッカー選手権大会の決勝で昨年、 敗れた富山新城クラブに勝利し2年ぶりの本大会出場を決めたが2回戦で鹿島に敗れた。シーズン終了後、三浦康都氏が契約満了に伴い監督を退任。尾身敬いの期限付き遺跡期間が満了。大島康樹の育成型期限付き遺跡期間が満了。丸安に期限付き遺跡していた田中博美、内田連平、中田大樹が契約満了に伴い退団。 三上洋介が長野へ完全移籍した。大山俊介、江ス康二、西川雄大、吉井直人、鈴鹿に期限付き移籍していた、吉川拓也が現役を引退した。2017年、編集クラブスローガン、挑戦心一つに新監督に、FC 狩矢元監督で、昨年まで、湘南 U-15 藤沢の監督を務めていた、宇木哲郎が就任、ヘッドコーチに、 伊藤健一が就任。松本から八木下大輝、栃木 SC から山形達則、徳島から佐々木一樹、伊賀座から、踊り子壁差を完全遺跡で、グレミオーザスコアウダックスから昨年琉球に在籍していたパブロ、徳島から、富山県出身の佐々木洋二、松本からハンスンヒョンを期限付き遺跡で獲得。久保田亮、椎名真二が、 期限付き遺跡から完全遺跡に移行。長井健吾の期限付き遺跡期間を延長。ユースから西屋木介がトップチームへ昇格。徳派大学浜松キャンパスから遠崎正隆。明治大学から服部一騎が加入した。シーズン開幕後、中西智也がベルスパ大分へ期限付き遺跡。シーズン中に熊本から平重隆一。 岡山から近藤徹オル氏を期限付き遺跡で獲得。石坂元気が、ブリオベッカ浦安。真渡たり俊樹が、ティエ s c 京都へ期限付き遺跡。水戸から佐藤和樹を、育成型期限付き遺跡で獲得した。リーグ前半戦は9勝5分2敗の成績で2位に、つけたが、後半戦に入ると失速。第32節終了時点で、J2 昇格の可能性は消滅した。 最終順位は13勝8分11敗の8位となった。天皇杯は2回戦で神戸に敗れた。12月、メインスポンサーの北陸電力が自社の業績悪化などの理由からカターレへの協賛金の減額を検討するという報道があった。シーズン終了後、V 大部に期限付き移籍していた中西治なり、浦安に期限付き移籍していた石坂元気、北勇樹、 梅村聖貴、茅沼祐希吉、西室隆則、踊り子かベスが、契約満了に伴い対談。平重隆一、近藤を通るし、パブロ、ハンスンヒョンの期限付き遺跡期間が満了。遠崎正隆との選手契約を解除。平出良が、鹿児島、久保田良が甲府へ完全遺跡した。江藤博飯田強次、木本啓介、山形達則。 国吉高弘が現役を引退した。なお、木本の引退により、前身のアローズ北陸から、カタールに加入した選手、およびチーム創設時から在籍する選手はいなくなった。2018年、編集クラブスローガン、飛躍心一つに浮き期待生2年目。岐阜から滝谷亮、マドレーラ EC からルーカスダウベルマン、藤枝から遠藤隆志優、アルビレックス新潟、シンガポールから稲葉おさむど、 松本から谷奥健史郎、横浜 FC から楠本宝妻、相模原から荒井美希、琉球から斎藤隆二、北九州から弓崎恭平を完全遺跡で、徳島から川上江戸ン寺へ、仙台から佐々波友人、水戸から今瀬厚也、東京 V から大田岳を期元付き遺跡で、横浜 FC から前島陽太を育成型期元付き遺跡で獲得。佐藤和樹が、 育成型期限付き遺跡から、佐々木王子が期限付き遺跡から完全遺跡に移行、長井健吾の期限付き遺跡期間を延長した。3月、GK の相次ぐ離脱に伴い、GK コーチの平井直人を選手登録した。リーグ戦は、守備が機能せず開幕から低迷。第9節終了時には最下位に転落し、目標の J に昇格が厳しい状況となった。5月9日、 成績不振を理由に、監督の浮気との契約を解除。新監督に、神戸元監督の足立良が就任した。シーズン中に、長崎から吉岡正和、木村博士、神戸から野田樹、横浜 FM から伊駒人志を、育成型期限付き遺跡で、サウスエンドユナイテッド FC から、松坂団を完全遺跡で獲得。 金沢学院大学の大谷春斗を特別指定選手として登録。西秋介が富山新城クラブへ育成型期限付き移籍遠藤隆雄が藤江大完全移籍した。監督交代後はパスをつなぎ攻め切るサッカーを試行。試合を重ねるごとに内容が良化し、結果も伴うようになった。クラブはシーズン途中から指揮を取ったあだちを、若いチームを、 さらに進化させられる監督と判断、監督続投を決定した。年間順位は J3 広角後ワーストとなる11位に終わった。また、ホーム平均入場者数も過去最少の2670人を記録した。天皇杯は2回戦で東京部位に敗れた。シーズン終了後、新道誠治、服部一騎、松坂団、楠本穂妻、佐藤和樹、弓崎京平が、 契約満了に伴い対談。長井健吾、佐並木友人、川上江道ン寺への期限付き移籍期間が満了。木村博史伊駒人志、吉岡正和の育成型期限付き移籍期間が満了。西秋介との契約を解除。滝谷亮が青森へ期限付き移籍した。2019年、編集クラブスローガン、ダッシュダッシュ。心一つに足立体制2年目、ヘッドコーチに、 山根岩尾が就任。群馬から、富山県出身の高橋俊夫氏、市。森岡から白石智之。浦和から江野本哲也。北九州から花井清を完全遺跡で。長崎から薄井鉄平。秋田から田中里次大を紀元付き遺跡で。千葉から杉山団頭。育成が多紀元付遺跡で獲得。今瀬厚也。大田岳氏が紀元付遺跡から完全遺跡に行こう。前島洋太。 野田寺の育成型期限付遺跡期間を延長。ま渡たりとしが期限付き遺跡先から復帰。金沢学院大学から昨年特別指定選手として出場していた。大谷俊と東海学園大学から利根一世。大阪学院大学から斉藤和樹が加入した。シーズン中に、昨シーズンまで新潟に在籍していた伊藤優太が加入。横浜 FC から安永玲王。 育成型期限付き遺跡で、新潟から平松隆を期限付き遺跡で獲得。荒井美希が東京位へ期限付き遺跡した攻撃サッカーを掲げた2019シーズンであったが、得点数が伸びず、第16節終了時には10位まで交代。その後、第20節から5連勝を含む10戦負けなしで2位との、勝ち点差後の5位まで追い上げたものの、第30から31節と連敗し、 第32節に3人以下が確定。2試合を残して j に昇格の可能性は消滅した。リーグ戦の最終順位は16勝10分8敗の4位。天皇杯は3回戦で仙台に敗れた。シーズン終了後、谷岡健志郎、斉藤隆治、大健治、大田武史、伊藤雄太が契約満了に伴い退団。田中聡次第の期限付き遺跡期間が満了。 前島洋太、杉山団と安永れよう、野田樹の育成型期限付き遺跡期間が満了。脇本明生が岩手、白石智之が群馬、荒井美樹が期限付き遺跡先の東京分野完全遺跡した。客口拓也、青森に期限付き遺跡していた滝谷亮、江本哲也が現役を引退した。2020年、編集クラブスローガン。 頂点心一つに足立大成三年目。長野から八シーズンぶりの復帰となる。松原祐吉、愛媛から、林道信、町田から戸高高貴、福島から、うさ、を完全遺跡で獲得。京都から大野洋平、甲府から、岡大成、川崎 F から、宮城天を期限付き遺跡で、浦和から、地ー通る望みを、育成型期限付き遺跡で獲得。薄い鉄平。 平松隆が期限付き遺跡から完全遺跡に移行こう。法政大学から末木優也、松沢明、琵琶湖整形スポーツ大学から田中勘太が加入。2月、昨シーズンまで甲府に在籍していた田中助正が加入。4月、新潟医療福祉大学の松本武志信を特別指定選手として登録した。クラブは10年後のありたい姿、3年後の目標。 2022年の目標達成に向けた主要施策を取りまとめた中期経営計画を発表した。詳細は、カタール富山の年度別成績一覧を参照カップ戦その他 J3 リーグ日本フットボールリーグクラブのホームスタジアムであり J2 での全ホームゲームを開催しているメインスポンサーの一つである北陸電力が所有する運動施設内にある。 ピッチに面分以上の広さがあり、オールシーズングリーンの天然芝と夜間照明を備えている。また近隣にクラブハウス機能を備えた選手寮がある。これらは前身のアローズ北陸が使用していたものである。トップチーム U-18U-15 スクールスポンサーについては、公式サイトを参照詳細は、公式サイトを参照 U-12U-15 u マイナス18のチームで構成され、トップチーム、または世界で通用する選手育成を目指している。2009年に中学生年代の u マイナス15、2012年に高校生年代の u マイナス18、2020年に小学生年代の u マイナス12が設立された。詳細は公式サイトを参照レギュラースクール、特設スクールを開催している。会場は 草島、新某、高岡、都並、ウオの県内5カ所である2008年に誕生。富山県の県庁、雷町と県住、日本カモシカを掛け合わせた用紙をしている。名前は雷町の雷カモシカのカ、カターレのカを取って名付けられた。またストライカーの意味も持ち合わせている。2012年に結成されたカターレ富山専属ダンスチームでチーム名は 飛躍の英語名リープとチームカラーの青色ブルーを合わせたもの。テレビラジオ雑誌終了した番組前進となったクラブ。ありがとうございます。